木村拓也もとスマップ4人が富士復活の中置き去りに、ドラマ撮影は延期のまま、解散騒動から大引く孤立8月17日、毎年恒例となっているオムニバス形式のホラーエンターテインメント、本当にあった怖い話25周年スペシャル、本校はフジテレビ系が放送された。稲垣五郎がストーリーテラーを務める人気シリーズだが、今回は嬉しいサプライズがあった。香取慎吾さんが出演したんです。香取さんは大のお化け嫌いとあって、今回が本校は初出演。 番組の構成上、稲垣さんと香取さんが絡むことはありませんでしたが、元スマップで現新しい地図、二人の組み合わせを喜ぶファンも多かったです。芸能記者。2016年にスマップが解散してから8年。メンバーはそれぞれの得意分野で活躍しているものの、再結成を夢見るファンも決して少なくない。そんな中、最近、ちょっとした奇跡が起きて、元スマップのうち4人のフジテレビ出演が続いているんです。八月十五日に、 草薙剛さんがバラエティ番組、大相撲部屋対抗。大食い歌馬バトルで MC を務めました。草薙さんが同局のバラエティ番組で MC を務めるのは、2016年4月の、草薙剛の頑張った大賞以来、8年4ヶ月ぶり。中井雅宏さんも、2023年4月からトークバラエティ番組、誰かと中井で MC を務めています。稲垣さんと香取さんの、本校はっといい、運命的なものを感じますよ。前室、芸能記者。 スマップといえば、1996年から2016年まで放送された看板組、スマップるスマップを筆頭に、フジテレビとは深い仲だ。グループ解散後、稲垣、草薙、香取が地上波から姿を消した時期もあったが、フジテレビに復帰し始めている。スマップの5人がお台場に都道府がやってくるのか。しかし一人だけ、むしろ距離が生まれてしまった人がいます。それが木村拓也さんです。2023年9月、 富士テレビの定例社長会見で、木村さん主演の教場、協場スペシャルドラマの制作が延期になっていたことが明かされました。番組制作上のトラブルが原因とのことでしたが、当時、旧ジャニーズ事務所、現スタートエンターテイメントの性加害問題が大きな話題になっていたため、スポンサー撤退が理由ではないかと噂されました。これ以降、木村さんは、協場はもちろん、富士系の連続ドラマに出演していません。芸能事務所関係者、 教場は2020年と2021年に新春ドラマスペシャルで放送され、2023年4月には連続ドラマ、風間更新、教場ゼロで、木村演じる主人公、風間更新の過去が描かれた。撮影延期から1年経つが、現在も続編に関する発表はない。時計の針が止まっているのには、ある裏事情があるという。フジテレビは、2024年に撮影を再開することも考えていました。ただ、木村さんのスケジュールがなかなか確保できないようです。 1>, 1月から3月はパリで映画グランメゾンパリの撮影。3月から6月はドラマビリーブ君にかける橋テレビ朝日系。